武豊騎手騎乗馬たちの動向。今回の動画は武豊騎手の騎乗馬のレース結果と調教などの動向をお伝えしていこうと思うのですが、その武豊騎手ですけども、今日のニュースですね、昨日の夜かな、浦和記念水戸の王は乗り換わりということで、まあもともとトースポ杯が乗り換わりになったことで交流はないだろうなと思っていたんですけども、まあ多分復帰の土日も芝の乗鞍ぐらいでおそらく少なくなるんじゃないかなと思うんですけど、万全な状態で戻ってきてくれることを期待してやめません。先週は日曜京都に武豊騎手の期待馬が3戦連続で出てきました。日曜8レース山人ウルス、前走から16キロ増えて576キロのでかい馬体ですね。距離も1007、1008、1009と100メーターずつ上げてますね。今回は2番手から、まあ、今回も2番手から直線早めの先頭で楽勝でしたね。まあ、どこまで行きますかね。和製フライトラインという言われてますけど、まあ、血統がジャステウェイとスウェブとオーバーボードなんで、まあ、兄に山人サンバでね、そんなスケール感はなさそうなんですけども、それでもここ3戦の勝ち方はね、かつての寿司トレインじゃなくてダートを使われていた頃のエルコンドルパサーとかね、そんな雰囲気がありますよね。すでに放牧に出されているようで、次走は未定ですが、次は鞍上武豊騎手での勝利を期待します。その次の9レースもセンチュリーボンドですね。札幌で勝っていた馬ですね。このレースも、前のレース同様ルメール騎手でしたね。ここもしぶとい競馬をして、競り勝ちました。この馬意外と G1 でもやれるかもしれませんね。コメントでもいただいてたんですけど、まあ、次は未定ですけども、まあ、ホープフルステークスにね、出てくるかもしれませんね。10レーススマートホルス、散々もまれるとダメと武豊騎手にコメントされてたんですけども、まあ、今回は枠順がね、まあ、6番ということで、終始馬群にいたものの、まあ、外目でうまく折り合ってましたね。直線も相変わらずエンジンのかかりが遅いんですけども、直線は確実に伸びてきて2着、まあ、人気馬はかわしたんですけど、前に伏兵がいましたね。まあでもマーカンド騎手ナイスな騎乗でしたね。でそしてそのマーカンド騎手が騎乗するガイアメントですね、いよいよトースポ杯、明日のトースポ杯に出走しますね。最終追い切りは坂井学騎手を背に6ハロン82秒2、3ハロン37秒6、1ハロン11秒9、2歳未勝利馬と合わせて 0.3 秒先着と。先週は湘南バシットと合わせて先着していて、まあ、調教のレーシングビュアーで出ている調教を見ると、まあ、相変わらず首が高くてまだまだ若い感じがするんですけども、まあ、追われて伸びますね。まあ、前走は芝で軽くやった程度だったんですけど、今回は1ヶ月以上乗り込み量も、まあ、質も良くて、今回は臨戦態勢にあるんじゃないかなと思いますね。あとはマーカンド騎手に任せるだけですね。そして来週のジャパンカップ。ジャパンカップに出走するドーデュースですね。藤岡弟騎手を背に、1週間前の追い切りをしました。東のシーウッドですね。6ハロン80秒1、3ハロン35秒3、1ハロン11秒1。里のシュトラーセに 1.4 秒追走の 0.7 秒先着と。あとアドマイヤ・ソラトマン。3頭合わせでしたね。前走以上の動きで時計でした。友道調教師のコメントで、姉妹強めのテーマで反応は良かった。天皇賞の前より前半すごくリラックスしていて、上積みは大きい。来週は整える程度で良いでしょう。ということで、あとは、カルパがいよいよ3戦目ですね。土曜京都3レース。芝の戦力の内回り。鎌田騎手が騎乗しますね。追い切りは水曜日のシーウッド、リットシーウッドですね。5ハロン72秒6、3ハロン38秒3、1ハロン11秒5。帝王ソラレルを 0.5 秒追走して 0.2 秒遅れと。追い切りはカンタ騎手が騎乗したんですけども、このカンタ騎手が騎乗する同じレースの日本ピロカラットが、ちょっと最大のライバルになりそうですね。そして山人ウルスと同様に連勝街道を歩むオーサムリザルトですね。これが4戦目ですね。土曜東京10レースですね。戸崎騎手が騎乗しますね。今回は2100と距離が延長してますね。調教は2戦目ということで軽めの調整でしたね。オーサムリザルトはマイル前後を使うのかなと思ったんですけど、まあ、中距離を使ってくるみたいですね。まあ、山人ウルスとね、ぶつかりそうですよね。まあ、この辺の武豊騎手の乗り馬は、まあ、乗っ取るのとか
まあ、最近だとアイコンテーラーとか、またジュタロウもいるしね、充実してますね。まあ、あとクリノドラゴンもいますね。まあ、クリノドラゴンは、シリウスステークス10着で、JBC クラシック6着。そして来週の日曜日にカノープスステークスに出走しますね。ジャパンカップの裏開催なんで、武豊騎手は騎乗はしないと思うんですけど、まあ、昨年、ウスバテソーロが出て、まあ、圧勝してるレースなんで、まあ、ここはしっかり勝ってね、次につなげてほしいところです。あと、プッシュオンが、坂井隆成騎手で、土曜日ですね、2勝クラスの芝 1600m 外回りかな、に、出走しますね。前走は天皇賞秋の裏で、堀川特別芝1008、今回は1ハロン短縮してきますね。まあ、前走も坂井隆成騎手でした。4戦連続2着のデュオが相手かなと思いますね。今回は、ランボ岩田息子が乗ってくるようですね。まあ、前走は JCB の落馬の怪我で、まあ、乗り換わっていましたね。モンファボリが吉田隼人騎手で、福島キビタキステークスですね。あとレーブジーニアルは吉田和夫騎手、横山和夫騎手で、京都襲名劇場ですねに出走しますね。これレーブジーニアルはなんか戻ってこなさそうな感じですね。あと調教ですけども、いい日になるが15日に気球後初時計、あとエコロバルツも朝日杯シューチュリティステークスに向けて、15日ハンドで、気球後初時計を出してます。シェルビーズアイも11月4日に気球後初時計で、先週今週とハンドで乗り込まれていますね。これは暮れの中京あたりですかね、使ってくるのかなと思いますね。あとジュタロウもハンドで、4ハロン52秒4、3ハロン37秒7。来週土曜日の花園ステークスに出走予定ですね。これは武豊騎手どうなるのかなと思うんですけど。とセントールは、今週は黄色ステークスを予定してたんですけども、回避したようですね。今週は追い切りもしてませんね。あとデュガンも前走後、今週初時計を出してます。東吉郎はジャパンカップデーのアプローズ賞に出走しますね。メホで乗り込まれています。ドーブネは来週のキャピタルステークスに向けて、1週前追いの、リットシーウッドで6ハロン82秒5、4ハロン36秒6、1ハロン11秒8。鞍上は誰なんですかね。まあ、ジュタローの京都に乗るのか、ドーブネに乗るのか、どうなんのかなと思うんですけど、まあ、個人的には東京で乗ってほしいなと思うんですけど。あと、マイシンフォニーが、乗り込まれてますね。4月以来ですね。まあ、阪神に使われるようですね。あと、モズ命名は来週の京阪杯で、長島真奈美騎手が騎乗するようですね。これはまあ、武豊騎手以外は勝たないだろうなと思っていますね。あと、ヤマニンゼストが、調教で乗り込まれていたヤマニンゼストが、報告に出されてますね。今週は土曜東京で、東スポ杯。日曜日はマイルチャンピオンシップなんですけども、東京で観戦しようかなと思っております。まあ、ランボー岩田騎手も、珍しくというか、まあ、7クラ乗りますし、まあ、東京で観戦しようかなと思います。まあ、結構更新はなので、まあ、土日とも早いかなと思いますので、まあ、よかったらチェックしてみてください。それでは。